今、平和は問いかける。私立筑波海星国際高等学校3年、ペイアンナ、秋。夏6月、溶けかけたアイスを手に走り出す。緑もゆる、この島の昼下がり。石地に刻まれた兄も、まるであの日のようにそっと触れる、おばあの涙は、かげろうが昇る、炙りの丘に、ただ、果てしなく広がっていく。その涙は、体を包み込み、私を、あの日へと誘う。限りないこの空は、何を覚えているのだろう。涙に満ちた、おばあの瞳は、何を語りかけているのだろう。78年前の、あの日、あの時、かけがえのないたった一つの命が憎しみと悲しみの中に散っていった。名もなき赤子のかすかなかすかな泣き声は、震える母の手によって冷たく光のないガマの中で儚く消えていった。幾多もの砲弾が紺碧の海を黒く染める鉄の嵐となってこの島に降り注いだ。戦争が起きる前、そこには日常があった。私たちと同じように原っぱを駆け回り、友達とおしゃべりをする。みんなで温かいご飯を食べ、時には泣き、時には笑い、時にはありがとうを伝える。そんな今と変わらない日常が、平和がそこにはあった。平和は不確かで、脆く崩れやすい。いつもすぐそばにあるのに、いつの間にか消えていく。おばあの涙は、アブニの丘に永遠にこもる平和の日は、今、私たちに問いかける。平和とは何かを、私たちにできることは何かを。私は過去から学び、そして未来へと語り継いでいきたい。おばあの涙を、沖縄の思いを、かけがえのない人たちを決して失いたくはないから。今日も時は過ぎている。いつもと変わらずに先人たちが紡いできた平和を、次は私たちが紡いでいこう。そして世界に届けてゆきたい。平和を作り、守ってゆく、この沖縄の締めくくりを。